はい、相原奈々です。ゆうみりんです。今回はボドゲ会、アイラジ65回目実写編ボドゲ会です。そして今回ボドゲ会ということで、はい、2人アイスク2人なので人数が足りないということで、なんとスタッフさんを紹介してます。なみです。竹重です。はい、この4人で今日はボードゲームをやっていきたいと思います。じゃあ糸から始めます。タイヨロ、糸初めてやる、嬉しい、ずっとやってみたかったので。じゃあこれにしようかな。家にある便利なもの、割と簡単なんじゃないですか。お、なるほど。うわ、難しい。むずいな。え、これ一斉に言って感じがいい、ま、誰からでも、うん、まあ基準だからね、その人が、はい、そっか。1番が便利じゃないもの、100が便利なもの、100が、ね、そうす、パーセンテージ。うわ、難しい。どっち、これ難しい。自信ある人。無理です。まあでも誰かしら基準作んないと始まらないですかね。僕から。おお、さすが。さすがゲームマスター。定期的にプシュって出る匂いのやつ。ああ、はい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 。結構低そう。なるほど。ハークハーク。はい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 。結構低そう。あ、そんなことないけど。まあまあ、竹重さんはもしかしたらめっちゃ重要かと思ってるかもしれない。そう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 。竹重さん読めないから。微妙なんだよな。でもなくても生きていけるけど、あったら便利ぐらいの。じゃあここの絶妙なあれが、ね、うん、見た方がいいかもね。いやー、はい、はい、置き型の古いタイプの除湿機なんで水がたまる。ああ、結構でも便利じゃない。いやでも2人ともじゃあ割と便利じゃない。除湿機でもその古いっていうのが重要だよね、多分。普通のではなく電化じゃなくて、置くだけの、ね、うん、水取り操作、ね、はい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 、つまり面倒くさいから、なるほど、ね、便利があるけどみたいな、ちょっと低めってことだよね。うわ、じゃあ私行っとこうかな。お、よろしく。ルンバ。お、だいぶ高くない？あ、じゃあ私簡単だわ。コロコロ。お、あの粘着式のコロコロかな、はいはい、で揃いました、はい。まあ、多分私一番上だと思う。うん、一番上。ここが分かんない。多分、うん、リンさんが一番下。コロコロ。でもコロコロはないとダメですよ。うん、コロコロなんて生きていけないです。私、そ、この二人よりは上だと思って、うん。ああ、なるほど。うん、だってプシュッと。プシュッ、水取りゾーンだね。何でもそう。便利だけど、それこそなくても別のもので代用できる。うん、ちなみにナミさんの方は季節問わずみたいな感じですか。ああ、確かに。まあでも、ああ、はい、なんかちょっと置いてあるよね。あ、でも、あ、でもそ、そんなにいいんじゃない。でも水片付けなきゃいけない。あ、そう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 、その手間。いや、これどっちかわかんないな。竹並みがどっちがあれか微妙かも。からん。そのプシューがどういう位置か。でもうちありますよ、プシュー。匂い、うん、あ、じゃあやっぱこれが一番下なの。うん、もう除湿器もありますよ。あ、まあね、でもさすがにあの電気式ですけど。あった方が嬉しい。でもコロコロはいらないんですよ。コロコロはだって別に掃除機かければいいじゃん。じゃあ相違的にはナミタケリンなの？ナミタケリン。そう。まあ、古いんですもんね、ナミさんは。まあなんかその古いってところで結構下な予感を出してくれてるから、うんうん、あそこを読み取り一番下に知っておいた方がいいかも。うん、
ナミさんからじゃあ数字って言ってみます。怖いですねこれでは。はい、39。高くね。高あれ高いかな絶対ね。高いじゃん。ああでももっと下の気がする。これで高いって言われたら僕52。おえー、マジ。ほらあ、49。あでもちょうど半分じゃない。68だよね。あ68でルンバ。いや基準が下がってたんで。あーなるほど、まあ、なるほど。いやさすがにプシューが52はないです。いやプシュだってコロコロだって自分で書けなきゃいけないじゃないですか。でもこれに返しないとこれに変わるもの多分ない掃除機。掃除機だって服とかできなくない。結構唯一無二感あるけどっていう。なるほど失敗。失敗だ。もう一回やろう。うわでも面白いですね価値観がね。うん、あの意外となんか近いところが集まったね、ぎゅっと。うん、もっと低いかと思った。はい、はい、じゃあお題を選びまーす、はい、あーなんか難しそうなの、うん、先を混ぜた意味なくて。うーんいきます。はい、はい、動物の特徴で欲しいもの。1が欲しくないもの、100が欲しいもの 100%。 はい、でいきましょう。いきます、いきます。はい、あーあーこれみんな大丈夫かな。マジか。いや本当に難しいなこれ。しかもなんか質問がむずいんだよね。むずいな。いや難しい。自分が欲しいってことですね。そうだね、動物の特徴でもらえるもの、うんうん、これこそ極端な人言ってほしいね。ちょっとてか言っちゃダメなのかな。あ、山まで大丈夫か。絶妙。いや、マジでむずいな。え、私個人的にいらないもの、いらない、あの順位、いらないもの、欲しいものでもいいのね。うん、大丈夫。もちろん。怖い怖い怖い。動物は虫あり。動物のみ。いや、動物じゃないですか。昆虫ダメ。うん、鳥も。鳥はありじゃないですか。うん、動物。はいはい。ああそっかそっか。あそういう鳥か。鳥。ええー、難しいな。じゃあ行きます。行きます。猫のジャンプ力。あ結構欲しい。結構え欲しい。猫のジャンプ力。だっていろいろ幅広がりそうだよね。なるほど。なくてもあでもいろいろある中でのあれだからなるほど。うわいや難しいな。あでも変えてもいいですよ全然、うん、回答に関しては調整するので。はい、毛皮。毛皮は誰のにも割とよる。何のもう何ファーが欲しいですえ何ファーがいいかな。じゃあ白クマ。クマ、うん、高くね。だいぶあったかいですね。めっちゃあったかい。あ、でも私なんか私あ、あ、そっか。そうそう、はいはいはい、ナミさん、うん、波的、うん、なるほど、うん、え、うん、え、でもナミさんって厚がりだよね。 その上でってこと。寒さに強い、うん、あ、そういうことね、うん、からってことで。あ、オッケーオッケーオッケー、把握把握、うん、把握しました。難しいよ本当に難しい。じゃあちょっと一回チャレンジとして、はい、挑戦するかもなんですけど犬の嗅覚いいしとこうかな。なるほど。ちょっとみんな、うん、みんなわかんないな。ね、なんか難しいよね。だいぶバランスが。低いのかな。うわ、変えます？天使。変えていいですよ。変えていいです。全然。ワニの噛む力。結構高めだ。でもなるほどね。ワニの噛む力。今のところトップかもじゃあ。把握しました。私なんだろう。マジでむずいな。意外とみんな高くなさそうっていう。うん。まあ一番これだろうみたいなの出てないよね。うん。む、なんだろうな。じゃあカモの。はい。あの
浮遊力かも限定ですか。はい、あの水をね、そうそう浮けるじゃん、羽毛的なやつ、はいはい、え？じゃあまあみんな低いってことね、まあ、多分今回はとりあえず。でも水に浮けるのはちょっと、まあ、強い高め、うん、ナミリンナナタケ、うーん、リンタケで、暑がりの毛布、そうそうそう、猫の嗅覚、あ、犬の嗅覚、うん、でも犬の嗅覚、うん、わかんない、浮遊力、ワニの噛む力、ワニの噛む力、上からいきます、今度は。お、じゃあ、上っぽいワニ、僕から、僕が74。うわー、私、次私かな。あ、マジ、いや、リンさんな気もすんだよな、うん、犬の嗅覚って、犬の嗅覚結構、いや、だとしたら犬も犬知らない、そういうのであればちょっと下げてもいいぐらい、その何かレベルを、え、鼻詰まりってことですか。鼻詰まりの犬の嗅覚あ、それでいいか、じゃあ犬の嗅覚の中でもちょっとこう鼻が鈍い子の、はい、あ、じゃあ、じゃあカモ、カモかな、カモ、いやでもちょっと怖い、私は53、はい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 、おお、50、あぶねえ、20、おお、成功、嬉しい、あぶなー、あぶねー、よかった、ここの争いがちょっといい感じにね、うん、絶妙にマッチしましたね。いや、むずいな、ずっとなるほどね、なるほど、ナミさんが暑がりの毛布っていうのも良かったですね、うん、わかりやすかった、なるほど、おお、いいですね。糸最終回3回目は竹井さんがお題を決めます。はい、オリジナル問題、オリジナル、知ってる四字熟語にします。はい、100が難しい、1が簡単、うん、四字熟語、うわー、でもこれだってみんな知らなかったらあれだもんな、しかもそれぞれ何回分かんなくない、うん、いやこれ無理かも、え、バラバラだから面白いっていういやもう母数がなさすぎる、そう、調べていいんだったらって感じ、いやいや、ダメだよ、今の知識量で戦うんですよ、難しいなぁ、難しい、じゃあ僕いきます、はい、一子相伝で強くない100だよこの人そんな感じ、みんなでも知らないってことは基準もわかんない、うん、一変えようかな、変えますそんな言われたら、いや一子相伝は全然わかるけど、うん、それがどれぐらいなのかがめっちゃ、切磋琢磨にします、だいぶ下がったけど、切磋琢磨で僕いきます、結構低いですか、じゃあ、いや、切磋琢磨ですそうそうそう、1個目がでもあるからね、でも一子相伝気味の切磋琢磨ってことじゃあ、はい、いいですか、縦横無尽、縦横無尽、分かんない、なるほどね、じゃあ一石二鳥、おお、でもだいぶだいぶですね、一桁ぐらいの可能性あるね結構ほんと初歩の初歩っていうか、うん、ザ四字熟語、はあ、え、四面楚歌、四面楚歌、四面楚歌、どっちそれ、わかんないよね、どっちだえ、難しい、え、でも多分私変えようかな、あら、いや、いや、ね、それはつまりもうちょっと下がいそうってことかな、そういうことだな、めっちゃ下に思われてそうけど、下にはいい、もっと下いそうみたいな感じ、いやちょっとわかんないな、いや、やっぱりこれでいきます、はい、一石二鳥、赤ちゃんどうであれ一番下ではありそう、まあそうですね、うん、あ、でも多分この中では一番上、
いやー、セメンそこじゃない。いやでもね、どなんか微妙だよ、絶妙だよね、バランス。多分真ん中ぐらい。リンさんは縦横無尽。四面楚歌と縦横無尽と切磋琢磨。でも切磋琢磨ってわけわからん。ここでも同じぐらい。日常でワンチャン出るぐらい。まあでも縦横無尽って四字熟語なんやみたいな認識。縦横無尽は四面楚歌は完全に日常で使わないじゃないですか。本当ですか。まあ、たまに使います。歌詞に入ってんなとか。歌詞。歌詞。使わなくないですか。いやー、四面楚歌ですね。確かに状況説明で。確かに状況説明でみたいなのではあるかも。そうか、確かに。会話では出ないか。会話では出ない。だったら、まあ、じゃあ上目って。なべさんが上目。で、リンさんと。僕がどっちか。いやでも、でもこうじゃないかな。うん、こうか。ああ、なるほどですね。うん。友達。波竹しげりんなの。下から行きます。下からってことはどういうこと？簡単な簡単やつから。ナナさんから。はい。いやでもちょっと自信ない。行きますよ。はい、え一応ナナさんりんさん竹しげなんですか。はい。あ違う？自信ない。本当いやまあそんなにこれでしましょう。はい。まあいいでしょう。なんか全然違う気がする。いや私も多分結構でもこれわけわかんないからそもそも高い気がするんだよ。いきます。はい。はい。ああはい。あおなんだっけ一石二鳥縦横無尽。おお。あもうダメだ。ああ。あ終わった終わりだぜ。あもうまだワンちゃん。あ本当。切磋琢磨。あ、おーすごいすごい四面楚歌。おーすごいすごいすごい混ざってますこれここすごくないすごいこれすごくないですかこれ当てたのすごく気持ちいい気持ちいい気持ちいいすごいでもさ、四字熟語で当てたの意味わかんないけどね縦横無尽、切磋琢磨、四面楚歌意味わかんないけどそれで当てたすごい糸つながってますわすごいこっちもか省かれてる。すごすぎて。やったー。三連単がすごすぎて長さ省かれてる。うわー当てた成功。いやいい終わりでしたね。糸でした。糸でした。初糸でした。続いてのゲームはワードスナイパー。楽しい。見たいんだよ。ソックス。あ、靴下。鍋。リフトイットパーティー。あ、リンさんが一歩リードかも。あ、危ねえ。